Dear Friends、 こんにちは、坂本美優です。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りする坂本美優の Dear Friends、 本日スタジオにお迎えするのはお久しぶりのお客様です。3代目 JSOUL BROTHERS の尾身さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。こんにちは。3年ぶりですね。もう3年なんですね。はい、ありがとうございます。いや、お元気でしたか？元気にしておりました。忙しそうです。忙しかったですね。はい、前回2021年だったんですけれども、その後に、はい、うん、シュガさんとのコラボレーションをされていて、はい、うん、すごく話題になって、はい、ありがとうございます。私もおわーと思っておりました。ありがとうございます。いい曲でしたね。最近でもコラボレーションが、はい、ソロの方でもね、はい、たくさんされていて、うん、6月はスカイハイさんと、はい、そして先月か、はい、出たばっかりですけれども、うん、山下智久さんとのコラボ曲フィールゴールドもリリースされていて、はい、ミュージックビデオもすごくかっこよかったです、ね、うん、ありがとうございます。コラボレーションって、うん、尾身さんからこの方がっていう風に、うん、そうですね、なかなかこう自分一人で、まあ、今までは何年もずっとソロ活動も、はい、アーティストとしてやってきたんですけど、なんかいろいろ考えてた時に、今自分がこうやれることとか、うん、まあ、やりたいことも踏まえてどんどんボーダレスになってきてる、ね、ことだってするので、それがこう音楽というものを使って超えていくことが実現できればなぁなんていうふうに思いを持って、以上いろんな方にお声掛けさせていただいて実現して、うんうん、もともとお親しい方も、そうですね、もちろんスカイハイも山下くんも2人とももともと友人だったので、うんうん、なのでその延長線上で何か一緒にやらないっていうのをお声掛けさせていただいたら、やっぱ心よく引き受けてくれて実現したという感じですかね。本当にね、垣根がなくなってきてますね。はい、さあソロとしても大活躍なんですけれども、本日は3代目 JSOUL BROTHERS の尾身さんとしていろんなお話を伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。3代目としてもですね、先日は LDH 全体の、うん、何人でしたっけ、84人の、はい、イベントがありましたね。そうですね、大阪の長いスタジオで、はい、LDH ライブエキスポっていう形で、はい、所属してるエグザイルトライブ全グループが参加するスタジアムのライブを2デイズやってきました。すごいですね、はい、楽屋が大変なことになりそうです。もう多分いろんなことが大変だったんでしょうね。楽屋もそうですし、スタッフの数もそうですし、実際動いてくださるスタッフの方々もそうですし、ホテルとか全部どうなったんでしょう。2日間で約10万人近くの方が来場してくださったりするので、まあなんかその地域の盛り上げにもなってくれたらいいなとは思いながら、はい、経済効果も期待しつつ、あります、あります。無事にやりました。ね、大変だと思うけれど、関東でも、はい、そうですね、皆さん待ち望んでらっしゃると思います。はい、機会がありました。そして3代目 JSOUL BROTHERS ニューアルバム、あさって11月13日にリリースされます。はい、ありがとうございます。タイトルをぜひ。はい、エコーズオブデュアリティというアルバムタイトルとなっております。はい、どんな意味なんでしょうか。これはこう、まあ二面性、この1枚に対して、僕ら3代目 JSOUL BROTHERS の二面性だったりとか、まあ、音楽的なところもそうなんですけど、まあ、ビジュアルだったり映像作品だったりとか紐づいてくることに対してこう二面性をこう表現しようっていうところで、グループとしても本当にニューコンセプトというか、今までずっと14年やってきた中で新しいコンセプトを取り入れて作品作り、ライブ作りってものをやっていきましょうっていうところをテーマだったので、なのでテーマもこうペタル&ソーンっていう、こうコンセプトを持ってて、花びらとトゲという、僕らファンクラブのファンの人たちをバラ、花のバラに例えてて、で何でしょう、僕らのライブのグッズのペンライトとかもバラの模様にしてたりとかするんですけど、バラって美しい花びらと同時にトゲも存在してたりとかっていう、花だと思うんですけど、まあそれをこう模様してる部分もあったりとか、はい、だからそういったものをコンセプトにして楽曲だったり映像作品を発表していきましょうという感じでやらせていただいております。メンバーの皆さんとしてはこう二面性ってあるんですか。うん、
そうですね、もしかしたら僕ら自身はあまりもう長い付き合いなので、うん、あまり感じないかもしれないですけど、世間一般のこうパーソナルイメージとか、うん、グループのイメージとかって割とこう男らしくてとか、うん、なんかいろいろね、すごいいっぱい食べていっぱいお酒も飲んでみたいな感じなのかなとかあるかもしれないんですけど、意外となんかこのみんなでこの間食事行っても、はい、意外ともうみんな小食になってたりとか、あら、そうですか、はい、なんでお店側の人たちも、うん、僕ら7人だけでこの間食事も行ったんですけど、はい、僕ら7人が来るってことでお店側の方々もすごい食材と、うん、お酒とかもすごい用意してくれてたんですよ。多分すごい今日は飲んで食べるんだろうなみたいな感じだと思うんですけど、全然お酒も飲まなくて、そうですか、はい、ずっとみんなお茶飲みながら、ああだねこうだねみたいな話もしてたりとか、うん、で意外とこうパーソナルなこう何でしょう、パブリックイメージとかは、はい、そういう豪快な男性みたいなイメージがあるかもしれないんですけど、意外と小食でそんなにお酒も飲まなくなってるっていう感じが、まあ、二面性と言っていいのかギャップと言っていいのか分かんないですけど、だいぶギャップがありますね、はい、だんだんみんなちょっと早く寝るようになってくる、そうですね、健康体にどんどんなってきてますね、はい、そうですか。いや本当にトラックの方も本当にかっこよくて、はい、いろいろなラッパーの方々とか、そうですね、トラックメーカーの方々とコラボレーションされていますけれども、はい、では一曲、はい、曲紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、それでは聴いてください。三代目 JSOULBROTHERS で Baby Don't Cry。 三代目 JSOULBROTHERS でニューアルバム Echoes of Duality から Baby Don't Cry お届けしています。いよいよあさってリリースとなります。坂本美優の Dear Friends、 今日は三代目 JSOULBROTHERS の尾身さんをお迎えしています。お知らせの後もまだまだお話を伺います。東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしています、坂本美優の Dear Friends。 スタジオには三代目 JSOULBROTHERS の尾身さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。もういよいよですね、11月16日、今週末、そうなんですよ、今週末から4大ドームツアーですね、はいはい、始まりますね。いや今回はどんな風になるんでしょうか。そうですね、このニューアルバムを引っ提げてのドームツアーになりますので、うん、僕たちこの全部新曲が、はい、10曲収録されてるアルバム、まあ、オリジナル、完全オリジナルアルバムっていうのは6年ぶりとか7年近くぶりなんですよ。今までアルバムをリリースしてるんですけど、うん、結構シングルをリリースしてきたものをこう集めてプラスでそのアルバムのタイトル曲を載せてのリリースのスタイルのアルバムがやっぱ多かったんですけど、完全にそのアルバム用に全て新曲を揃えたオリジナルアルバムっていうのはリリースが本当に6、7年ぶりになるので、そのアルバムを引っ提げてのドームツアーになるので、やっぱり当然この10曲がセットリストに入ってくるわけなので、やっぱり今までのライブとは全然雰囲気もガラッと変わりますし、はい、まあアルバムの先ほどお話ししたコンセプトがあるように、そのコンセプトを持ってのドームツアーなので、はい、より今までのライブよりもコンセプチュアルで、なんかすごく映像を駆使したライブだったりとか、いろんな演出、新しい演出も取り入れたライブになっているので楽しみですね。僕たちも演出はメンバーの皆さんお話し合われたりするんですか。そうですね、なんかメンバーでスタートの時から会議で集まって、うん、まずどんなライブにするのかとか、うん、じゃあこれをやる上ではこんなことは実現可能なのかとかもっと言うと日本でこれやったことある人いるのかとか、そのレベルですよね。なんかそういうことから始めて、はい、でなんかこの機材って日本にあんのかなとかなんかそういったなんかこうなんだろう、大きい枠から話していくというか、はい、なんか一回そういういろんなものの縛りは捨てて、うん、これができるのかどうなのかとか、こんなことやっていいものなのかとか、はい、っていうところからガーッと大きい話をして、よりスタッフと綿密にこれは現実的にこうですねとか、はい、これをやるんだったらこれができなくなってしまうとか、うん、いろんなこう選択肢をある中でメンバーで、じゃあ今回はコンセプトがこうだからこれを取ろう、うん、これは捨てようとかっていうのをメンバーで話しながらこう一個一個組み立てていくっていう感じですかね。想像も及ばない、いろんなアイディアが飛び交いそうですけれど、もう LDH だからこそできるいろんなこと、期待しておりますが、11月16日今週末福岡から始まります。16日と17日、そして福岡の後は12月3日と4日が愛知バンテリンドーム名古屋、
11日と12日が東京ドーム、12月20日、21、22日と京セラドーム大阪と続いていきます。はい、それではあさってリリースのアルバムエコーズオブデュアリティからもう一曲曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。そんなミジエソロブラザーズデベロップ、辻里グリーンタイム、暮らしの中にちょいと抹茶を、宇治の茶商辻里がお送りします。辻里グリーンタイム、ここからはゲストの方と辻里の抹茶を楽しみながらお話ししていきます。番組の最後にはプレゼントもありますよ。本日のゲスト、三代目 JSOUL BROTHERS の尾身さんには今月のメニュー、辻里の抹茶プリンをご用意しました。うん、ありがとうございます。こちらになりますが、うん、最後の仕上げとして尾身さん、はい、この抹茶ソースをかけて、はい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 、上から見てください。いいんですか。はい、どうぞ。失礼します。これちょっと濃い抹茶ソースなので、お好みで量は調整してください。このぐらいかな。味噌になりますね。どうぞ召し上がってください。これはね、レンジで溶かしたゼラチンにこのさらっと溶ける抹茶というのを混ぜます。美味しい。おー、嬉しい、よかった。そして牛乳、砂糖を混ぜて冷やしただけです。あ、そうなんですね。うん、うん、美味しい。うんうんうん、なんか抹茶で大人の味になりますね。ね、このソースの部分もこのさらっと溶ける抹茶を使っていて美味しい。さあ、抹茶プリンをいただきながら、目の前にあるこの抹茶色のちょい松ボックスから1枚、尾身さん、はい、質問を引いていただけますか。はい、よいしょ、いきます。はい、ちょい松ボックス、ちょいと抹茶にちなんでおります。質問は何でしょうか。はい、ちょいと贅沢をするとしたら何をする。尾身さんにとっての贅沢。うん、贅沢なんだろう。でもやっぱり食とかなんですかね。うん、やっぱりなんか日頃やっぱり一人暮らしなので、はい、やっぱりこうデリバリーが多いんですよ。うん、圧倒的に、まあ、手料理というよりかはデリバリーの方が楽だったりもするので、デリバリーだったりするんですけど、なんかちょっとそれこそライブが終わったとか、うん、アルバムのレコーディングが終わったとか、なんかこう一つのお仕事の終わった後はいつも通りの食事っていうよりかは外に食べに行きたいなみたいな感じになるので、なんかそういった時はちょっとこう外に食べに行くみたいなことが贅沢というかあるかもしれない。何をチョイスされてるんですか。でもやっぱりもう焼肉かお寿司か、この二択になってる感じ。お祝いですね。もうベタですけど、どうしてもね、それが欲しくなって行くことがあるかもしれないですね。行くお店って決まってるんですか。何軒かなんかこうもう顔なじみというか、はい、いつも行かせてもらってて、自分のこともなんかまあこれ好きですよねみたいなのでやってくれるお店もあったりするので、まあ、そこに行ったりはしますね。大人らねえ、特別な時はね、よく落ち着いてね、うん、食べたいですよね。うん、そうですね。物ってどうですか。物欲ってある方ですか。物欲、そうですね、基本的にあんまりない方なのかもしれないですね。何かこうコレクトしてるような癖とか、なんか集めてるものがあるかっていうとなかったりするので、うん、でも何でしょうね、いつも加湿器とか、うん、なんか新しいものばっか買っちゃうんですよ。家の中に、だから家にとんでもない量あるんですよね、大小含めて。それちょっといいの知りたいです。今まさしく探してるんですよ。そうですね、そうですね、これからの乾燥のね、そう季節になるんでね、こう体のメンテナンスですからね、いいんですよそれは、投資して。結構それが贅沢かもしれないですね、毎回そういう風に。あの加湿器とかを新しくというかしてるのが、これぞっていうのに出会いたいですか。あ、本当ですか。うん、おすすめるんだとしてます。はい、ぜひこっそり教えてください。さあ、今日は尾身さんにお話を伺いましたけれども、今日ご紹介した抹茶プリン、このレシピを番組公式 SNS に載せています。ぜひチェックしてみてください。毎週月曜日にお届けしています、辻里グリーンタイム、来週もどうぞお楽しみに。